今度。じゃあとりあえず真方さんが来るまでつなぎな感じでいいんですよね。はい。じゃあやらせていただきます。小林と申します。これはこの資料、まあ、だいぶもう2月が書いてありますけど、別の勉強会向けに、まあ、作ったものですけども、まあ、アームに関することなので近いかなということで、まあ、お聞きいただければと思います。はい。タイトルは、トリッキーインプリメンテーションフォームフォーアームソフトフォードと いうことになります。このスライドもネットに上がってますし、さっきツイッターでつぶやいてますので、まあ、そちらも ご覧ください。で、FMI ということですけど、まあまあ、いつも同じスライドで、ここではやらせていただいてます。まあ、簡単に言うと、もうかれこれ組み込みの世界で20年以上、もう試作後に言うと30年ぐらいになりますけど、やってます。で、まあ、リアルタイム OS を作ってみたりとか、Java のバーチャルマシンの中身をやってみたりとか、まあ、それを経て今は、まあ、オープンソースで、まあ、ソースが読めるものを、まあ、いろいろ活用してやったりもしています。Twitter やってます。今日もたくさんつぶやいてますので、 Twitter やってる方は見てください。で、このアームの Go に関してなんですけれども、Go 言語使ってる方どれぐらいいらっしゃいますか？どういう意味があるあ、ないんだ。じゃあもしかして使ってないとこの話全く十分かもしれない。触ったことあるけど、プロダクションには一回、いや、プロダクションということではなくて、例えば自分のなんかこう便利コマンドを作ったりとか、なんかそういう感じでもいいかと思うんですけど、そうですね、Go はとても私には気に入ってるんですけども、まあ、気に入る点はいろいろあって、やっぱりなんか C++ みたいにわけのわかんなくならなくて、すごくシンプルだとか、あとは、クロスコンパイルがやっぱり簡単にできて、まあ、Linux の上で開発したものをクロスコンパイルして人に渡すときには、Mac で動くものとか Windows で動くものを、まあ、渡してあげるとかっていうのが割と簡単にできるとか。あ、村田さんもいらっしゃいましたね。じゃあ、すいません。はい。なので、そのクロスコンパイルの一環として、その ARM の Linux 環境向けにコンパイルすることもできるんですよね。なので、OS にあんまり依存しないような、例えば特にグラフィックスとか使わないような、ネットワークの機能だけ使うような、まあ、コマンドラインツールなんかだったら、それを、まあ、ARM にビルドし直すだけで、ARM の Linux の環境でもそれがそのまま動かすことができるっていう、かなりこう便利な感じです。だから私もユーティリティ的なちょっとしたプログラムなんかっていうのはこれで作って、まあ、使ったりもしていました。で、これはだからそれを始めた最初の頃の話なんですけど、ということになります。で、じゃあまず ARM の Linux の上で Go を使うにはどうしたらいいかっていうことなんですけども、 ARM 向けのやつっていうのはバイナリでは提供されていませんので、自分でソースからビルドする必要があります。でも実はそんなにビルド難しくなくて、まあソースコードをもう持ってきて、それを開いて、で、なんかこういう感じのディレクトリがありますから、そこに行って、で、こういうふうに、まず環境変数で、Linux の ARM の、ARM V5 アーキテクチャ用っていうふうにして、で、この作ると、メイク10バッシュっていうのがあるから、それを実行すると、まあ、必要なライブラリーから、コンパイラーから全部、一発で、ビルドをしてくれます。なので、簡単ですね。で実際動かすプログラムをビルドするためには、まあ、できた Go コンパイラーに、まあ、Go コマンドにパスを通して、あとは例えばこの hello.go っていうのをコンパイルするとしたらば、こういうふうに環境変数で、まあ、アーキテクチャを指定してビルドすれば、なんか、ARM 向けのバイナリができます。だからこれを、ARM の Linux の方に、まあ、持っていけばもうそれで実行可能であると。とはこれスタティックリンクされるんで、そのダイナミックリンクライブラリーがどうのとかあんまなくて、これを1個だけ持っていけばその動くから非常になんか便利だと。まあ、この Hello Go で多分どれくらいかな、サイズ忘れましたけど、まあ、数メガバイトの大きさになってしまってるんですけど、まあ、スタティックリンクすると多分普通の C で書いたプログラムでも割と GDBC とかリンクするとセグラの大きさにはなるんで、まあ、そう、それに対して極端にこれが大きいというわけでもないかなと思います。
で、で、Go Arm っていうところをさっき話をしたんですけど、それで、それは何かっていうとですね、Arm のアーキテクチャを指定しています。この Go Arm っていう環境変数、5か6か7を指定するんですけど、デフォルト、何も指定しない場合っていうのは、まあ、6が指定されることになります。で、5っていうのは、まあ、ARMv5 で、V5 っていうのは、FPU がない状態で、で、フロートの演算は全部ソフトフロートでやりますよってやつですね。で、6の場合は、ARMv6、だから ARM11 を想定したもので、VFP、V1 の、FPU が乗っていると想定したコードが出ます。で、これを7にすると、ARMv7 相当ということで、VFP、V3 向けの、コードが出ると書いてあります。この違いっていうのは、これは、ダブルのレジスターの数っていうのは、最初これ、16個しかなかったんですけど、V3 になってから、フロートもダブルも両方32個だったっていうのが大きな違いがあります。ただ現状はですね、この5音は、この区別はあんまりしてなくてですね、せいぜいこれ違う、まあ、そうそう見るとですね、違うところっていうのは、なんか、配達制御のための命令かなんかが、こっちの V7 の場合はもっと良い命令がついてるから、まあ V7 だったらそっちを使うとか、そんな感じで、実はフロートそのものは、あんまり違いがないような感じでした。で、以上で、これだけ知ってればですね、Linux ARM で Go を使うことが、まあできるわけなんですけど、まあ、だけども、まあ、なんか、要はだから間違いない、この通りやればどうってことなく使えるわけなんですけども、結局でも間違えたからこそ理解が深まるということもありますので、まあ、興味があればこの先の話を聞いていただきたいと思います。まず、まあ、これは実際にあった話であるんですけど、ツールチェーンを移動するときにですね、1個忘れました。この指定をするのを忘れました。Go Arm イコール5っていうのを、まあ、私の環境ではつけるべきだったんですけど、これをつけないでこうツールチェーンを作ったと。で、これで、つけないっていうことはデフォルトの場合はっていうのは Go Arm イコール6を指定した時と同じになるわけなんですけど、これで作った Go コマンドで自分での HelloGo とかをビルドして、まあ、動かしてみたんですけど、こうですね、こんな感じで動かしてみて、こうビルドしてみて、で、できたまで持つっていうのを、まあ、実機、ARMv5 で、まあ、FPU が乗ってないような機械の実機に持ってって、実行したらですね、そのヘローのところで実行したら、もうイリガルインストラクションで止まってしまったということですね。で、あれどうしたのかなと思ってですね、このデバッガーで、どこでイリガルインストラクションが起こしたのかなっていうのを見てみるとですね、こんな命令あったんですよ。これ FPU の命令だよね。このそれは V5 で私の使ってるやつは FPU ないわけだから、こんな命令実行したらダメじゃんっていうのは、それはまあ当たり前ですね。で、それなんでかなと思ってハッと気が付いたのは、あ、これきっとランタイムライブラリーが GoArm イコール6でビルドされてるから、まあ、こういうコードができたんだったなと、まあ、そこまではすぐに気が付きましたということで、まあ、やり直すと。ちゃんと今度はさっき忘れたここをちゃんとつけて、ツールチェーンをもう一回作って、でそれで、まあ、これでツールチェーンで、まあ、ビルドし直したと。で、今度こそ大丈夫だろうなと思って動かす前に、こうやってディスアセンブルしてみました。ディスアセンブルして VLDR っていうのを検索したら、あれまだ残ってるんですよね。あれってか、まだ FPU 命令が残ってるな、おかしいなと思って、これじゃあ絶対動かないだろうなとか思って、でそれをとっても悩みました。で、もしかして Go って、扱ってた Go ってその時 1.4 を使ってたんですけど、いつの間にか ARMv5 のサポートってなくなったのかなとかって思って、しょうがないなと思って、きっとでですね、この1.3 のコードをチェックアウトして全く同じことをやってみると、でもやっぱり見てみると VFP 命令が含まれていると。1.2 であっても 1.1 であっても全部同じなんで、結局最初から V5 で動かないんだっけと思うけど、別に動かないとは動くサポートしてますとは書いてありますけど、どこを探しても動かないよっていうのは書いてないんで、変だなとかって思ってたんですよね。で、はっと気がついたらですね、そういえば ARM の関連ってソフトフロートエミュレーションであったなとかって思って、でそれってどうなってたかってなってみると、やっぱり自分が使ってたカーネルだったら、それはオフになってたと。オフになってたんで、これをこの2つのオプションを、まあ、
イエスにしてカーネルを再ビルドして、でこうやってやったらまあ動いたと。でも動いたって実はちょっとこれまやかして、これ初めてさっきのやつを動かしてみたんですよね。実はカーネル関係なかったっていうのは後で出てきます。でだけどもですね、これゴーアンを動かすのにカーネルコンフィグに依存するってどこ探しても書いてないんですよね。だってこんなことがあったらみんななんか俺が動かないとかって、そういうコストロールよくってなんかどっかサイトに書いてありそうなもんじゃないですか。どこにも書いてない。よくよく見るとですね、そのアームのソフトフロートのエミュレーションっていうのはですね、もうデプリケートになっていて、で私が使ったカーネルって結構古いカーネルだったんで、さっきのやつでビルドできたんですけど、もう最近のカーネルだとデプリケートで削られてるから、あのソフトフロートエミュレーションを有効にしてカーネル作ることができなくなってるんですよね。なのであのちょっとこれは違うのかなというふうに思い始めて、で実はですね、あのさっき動かしたやつがたまたま初めて動かしたわけで、ソフトフレームフローエメーションがカーネルにあるかないか関係なかったんですよね。あのコードは FMU 命令が入っていたけれども実は動くコードだったっていうことだったんですよ。で、そうですか。そうだから本当はツールチェーン、最初に間違ったツールチェーンでビルドしたのは確かにリリガーニスってなりましたけど、次にやり直したらあれは何も考えずにリスアセンブルとかしないでそのまま動かせばああ動いたで終わってた話なんですけど、念のためには見たからこんなに悩むことになったと。でまあ悩む過程でいろいろ調べたんですけど、これはコードをリスアセンブルちょっとですね、なんかこのそこかしこにこのアンダーバー S プロートっていう関数を呼ぶっていうのが必ず入ってるんですね。で共通のパターンとしては、そのフロートの演算フロート FPU の命令の前に必ずこの呼び出しがあるっていうところが気がつきました。じゃあこれこの S フロートっていうのは何なんだろうなっていうふうに、もう早々を見てみるとですね、まあ早々なんか下から追っかけていくと、まあ、あのなんかレジスターを対比したりしたりするようなコードが間挟まって、で実際の実態っぽいところはこんな感じのコードになっていました。でここなんですけど、ステップ FLT っていう関数をまあなんか呼んで、でなんかあの PC とかなんか渡してるんですけど、多分PC ってプログラムカウンターっぽい名前なんですよね。でなんかしかもなんかレジスターがどうのって書いてあって、でなんかこれファイル分だからこうループするんですけど、なんかこれから持ってくるたびに今 PC をこのスキップっていうのでなんか足し込んでなんかやってるって。でそれでなんか戻る前になんかこれってレジスターを保存していたっぽいようなところにこの PC を入れて帰ってるみたいな、なんかこんな感じのことをしていて、なんかすごく怪しいとか特殊なことをやってるなと。でこの前ステップ FLP って何かなっていうと、実はこの FPU 命令のインタープリターなんですよね。で次のページでコードが出てくるかな。あこんな感じの、要はなんかまあ ARM の命令とかご存知な方は多分一発で分かると思うんですけど、まあ雰囲気的に言うとですね、その ARM これGo の場合はですね、ARM 命令しかサポートしていないです。だからもう1命令32ビット固定ということでやってるんですけど、このパターンを見てなんかスイッチ分とかケース分とかがあって、でなんかこの辺のコメントがなんかそれっぽい感じがするんですよね。なんかフロートのレジスターがなんか多分代入かなんかをしてるみたいな、そんな感じのことがガーッとか出てるわけで、あれって結局プログラムカウンターが前一つ前とこれか。結局ここで、このプログラムカウンターのところっていうのは実はこれ関数を揺らせるわけですから、戻り番地とかから実は分かるわけで、その戻り番地のところからこうやってプログラムカウンターをなんかこう、実行していって、で、FPU 命令じゃなくなったところでここから帰ってきて、でいくつ分 FPU 命令を実行したかっていうことで、まあまあでまあ、そのプログラムカウンターが、まあ更新されてるからそれを戻してで帰ると、でそういうことをしてると、これは呼び出したところに直接帰るんじゃなくて、こうですね、これを呼んで、で直後にこの FPU 命令があるんですけれども、FPU 命令は実際には実行されないで、この辺にプログラムカウンターがセットしたら戻ってくる、そういうことをなんかしていると。だから、FPU 命令が並んでるけど、この FPU 命令は絶対 CPU に食わされることがないから、なんか何も考えずに普通に実行すればよかったということなんですね。まあ、それが分かってですね、どこにどうなるのか聞いたかな。ここに書いてありますね。
そう、あのこれを読んだ後に、戻ってくるのは、ここではなくてここに戻ってくるということですね。なのであの FPMLA が混ざっていてもあのエディガルインストラクションっていうあの例外は発生しないと。で、まあかなりうまい仕組みだなと思ったのは、結局あのさっきのところで5アームのあれこれ5と指定するか6と指定するかっていうことの、まあ、違いっていうのはあどんなことかっていうのを考えたんですが、どっちも FPU 命令は生成されてるんですよ。で、5アームイコール5ってついた場合っていうのは FPU 命令の塊の前にさっきの謎の関数 S フロートっていうのがの呼び出しが挿入されると。まあ、リンカーのレベルでこれを行っているんですけど、でそうすると、まあ、FPU 命令は、まあ、あとコンパイラーとしては FPU 命令は常にあると思ってコンパイルして、で、まあ、リンカーが何か一つ関数拍子を挿入するだけでもうソフトフロートがサポートできてしまうっていう、何かすごくあのツールチェーンの構造としては何か非常に興味深いなというふうに思いました。で結論ですけど、Go 言語っていうのは、まあ、自前でソフトフロートエミュレーションする仕組みを持っていて、それはだからランタイムにそういうのが持っていると。なのでカーネルのソフトフロートっていうのは別に不要でいらない。だからあのカーネルの中にソフトフロートエミュレーションが、まあ、なくてももう全然構わないと。でこの仕組みっていうのは、まあ、ちゃんと動いてるわけですから、まあ、あのビルドするときにツールチェーンを正しくビルドすれば普通に動くことになります。で、まあ、ついでに分かったのが、ARM の、あの、ソフトプロテクションっていうのは、かつてあったけども、まあ、今はデプリケートになっているという、まあ、そういうことですね。誰かが教えてくれたんですけど、なんか、半券とか、そういうところの問題が実はあって、でそれでもう、なんか、削られたというようなことを、どなたかが言ってました。ということですね。以上です。何かコメントとかございますか？じゃあ、私からの、まあ、時間つなぎはここまでです。どうもありがとうございました。